1558年に作成された、世界秩序に描かれたプレスタージョンプレスタージョンは、アジアあるいはアフリカに存在すると考えられていた、伝説上のキリスト教国の国王。プレスタージョン伝説では、ネストリウス派キリスト教の司祭が、東方に王国を建国し、イスラーム教徒に勝利を収めたことが述べられている。名前のプレスターは、聖職者、司祭を意味する。 1122年に、インド大司教ヨハネと称する人物がローマを訪れ、教皇カリストゥス2世に対して、自分の職権の承認を求めた。ヨハネは教皇に対してピション川の側に立つフルナという、大都市のキリスト教徒、郊外の修道院と、聖トマスの名前を関する大教会について語った、ことが、ランス総委員長のオドラによって記録されているが、このインド大司教を称する人物は、 教皇の権威を利用しようとした詐欺師の類だと考えられている。このインド大司教、ヨハネのローマ訪問の記録は、しばしば後世に成立するプレスター・ジョンの伝説と混同して語られる。12世紀のドイツで記された、オットフォン・フライズ・イィングの年代記内の1145年の女王が、ジョーがプレスター・ジョンに関する最古の記録と考えられている。1145年に、 シリアのガバラ司教遊具は教皇をエウゲニウス三世に越見し、中東のキリスト教勢力がイスラーム勢力との戦闘で苦境に陥っている、戦況と共に東方に現れたプレスタージョンの情報を伝え、越見の場に居合わせた夫は遊具の言葉を書き残した。ペルシア、アルメニアの東方に存在する広大な国の王、プレスタージョンがメディア、 ペルシアを支配するサミアルドスを破り、メディアの首都エクバタナを占領したことが、夫によって記されている。エルサレムに向かったプレスタージョンは道中でジグリス川に行く手を阻まれた。ジグリス川の北では、水が凍結すると聞いたプレスタージョンは北進するが、川は凍結せず、やむなく帰国したと伝えられている。夫は、戦況の報告に続けて、プレスタージョンが、 新約聖書に登場する東方三博士の子孫であり、エメラルド製の尺を用いているという伝聞を付記している。オットーが記録した報告は、東方に伝わっていたネストリウス派がウイグルの一部で信仰されていた点、清涼の皇帝、ヤリツ大石がイスラム教国に勝利を収めたことなどに起因すると考えられている。オットーの年代記に現れるペルシアの王、サミアルドスは、 1141年のカトワーンの戦いでヤリツ大石に敗れたセルジューク朝の王、アフマド・サンジャルに否定される。清涼の支配層であるキッタン人は、梁の時代に仏教徒に改修しており、12世紀初頭にヤリツ大石に引きられて、中央アジアに移住した一団も仏教信仰を保持していたが、ヨーロッパに誤ってキリスト教徒と伝えられたと考えられている。 しかし、ヤリツ大石自身は仏教を信仰していたが、彼の軍内にはネストリウス派の信者が含まれていた、可能性も指摘されている。プレスター・ジョンの戦火の報告の後に書かれた、オットーの情報には、セートマスのインドでの布教を述べた、セートマス行伝に現れるインドをグンダファルからの、影響が指摘されている。他、当時の神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世が、 夫の記述のモデルとなった人物の一人に挙げられている。12世紀前半のインド大司教、ヨハネのローマ来訪、オットー本フライズ・イングのプレスター・ジョンに関する最古の記録は大きな反響を呼ばなかった。しかし、プレスター・ジョンの書簡の写しとされるものがヨーロッパ中に流布しプレスター・ジョンの死者が現れたという噂も広まっていく。1165年頃、 東ローマ皇帝マヌエル一世、コムネノスのもとに、プレスター・ジョンを差し出し人とする書簡が届けられる。マヌエル一世のもとに届けられた書簡には、アレクサンドロス三世の英雄単や、不況のために、インドへ赴いた聖トマスの伝承が組み込まれており、62の国を従えた、3つのインドの王プレスター・ジョンと彼の王国の映画、フローセンなどの王国の自然、インドに住む、 様々な怪物が記されていた。同様の手紙は神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世、教皇アレクサンデル三世、フランス王ルイ七世、ポルトガル王アホンソ一世のもとにも届けられ、銀遊詩人、放浪の学史を介して、プレスタージョン伝説はヨーロッパに広まった。ラテン語による書簡の原文は1150年から1160年の間に作成されたと考えられており、 120以上存在する書簡の写本は様々な言語に訳されている。写本作家によって記述は脚色され、版によってはアマゾン族、インドのバラモン、ゴグと、マゴグ、イスラエルの獣子族など様々なアジアの伝承が取り入れられている。書簡の作者は判明しておらず、制作の意図も諸説ある。当時の人々の願望を反映した理想郷、 放浪の詩人が仲間を楽しませるために、様々な逸話を組み合わせて作ったものなどが、動機に挙げられ、ネストリウス派のキリスト教徒によって作成されたとする意見もある。歴史家、レオナルド・オルスキーは、真剣政治の理想を解いたものだと解釈し、バーナード・ハミルトンは、聖職者が世俗の支配者に服従する世界のありさを解こうとした、神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世が作成に関与。 したと考えた。1220年頃に、バイエルンのボルフラム・フォンエ・シェンバッハによって書かれた、ジョジシ・パルチバールには、プレスター・ジョンの伝説も織り込まれ、東方旅行記の著者として知られる14世紀のイギリスの騎士ジョン・マンデビルは、書簡の写本をもとに、プレスター・ジョンの国の見聞録を書き上げた。イスラーム教徒との戦争が膠着する状況を、 反映しててまだ見ぬプレスーージョンへの期待はヨーロッパ諸国十字軍内に広がっていくアレクサンデル3世はイスラーム勢力に対抗するため1177年9月27日付のインドのプレスタージョンに宛てた書簡を記し医師のフィリップをプレスタージョンへの使者として送り出したアレクサンデル3世の書簡は以前に届けられたプレスタージョンの書簡の返信という 形式をとっておらず、その内容にも触れられていない。また、書簡の中で、アレクサンデル3世は同盟の締結を提案しながらも、ローマ教会の正当性を主張していた。その後フィリップは消息を絶ち、彼が携えていた書簡の行方もまた判明していない。ユダヤ人医師、ジョシュア・ロルキが引用した学者、マイモニデスの手紙では、キリスト教徒の領主プレステ、クアンの国に住む、 ユダヤ人について研究され、1181年頃に、編纂された、アドモント修道院年始にはアルメニアに、プレスタージョンの国が存在すると書かれていた。1219年のチンギスカンのペルシア侵入後まも、なく、キリスト教徒であるタルタリオ・ダビドが、東方のキリスト教徒の援護に向かうといった、おそらくはネストリウス派のキリスト教徒によって、作り上げられた噂が広まった。 話の中では、チンギスカンが、イスラエル王の子で、ジョン王の孫にあたるダビデ王に犠せられており、中央アジア、ペルシアのイスラーム教徒に勝利を収め、シリアエジプトのキリスト教徒の救援に向かっていると、伝えられていた。ダビデ王の収める中央アジアのキリスト教国こそが、プレスター・ジョンの国ではないかと噂された。年、キリスト教勢力の支配下にあるシリアの都市、 アッコの司教ジャック・ドビトリーは説教の中で、二つのインドの王ダビデがイスラーム教徒と戦うキリスト教徒の援軍として現れることを説いた。1221年には、アッパース朝の首都バグダード近郊にダビデ王の率いる軍隊が現れた報告がキリスト教世界にもたらされる。同年に実施された第5回十字軍に際して、数奇教、テラギウスと 歴史修道会はこの噂を吹聴し、中東への新たな援軍の派遣を要請した。12世紀に、おおよその内容が形成されたプレスター・ジョンの伝説は、13世紀に、入ると、写本作家、アジアから帰還した旅行者の見聞録によって、より誇張されてゆく。プレスター・ジョンは、ヨーロッパ世界の探求心を刺激し、多くの探検家が派遣されたことで、 より現実に即したユーラシア大陸、アフリカ大陸の地図が作成されるようになる。東方圏軍属の挿絵に、キリスト教国の君主として描かれた、恩艦1237年に、ルーシに侵入した、バットの率いるモンゴル軍は、ヨーロッパに強い衝撃を与え、現実離れしたプレスタージョンへの期待は、薄れていった。しかし、モンゴル帝国の襲来後もプレスタージョンの国を、 探し当てる試みはなおも続けられ、13世紀のヨーロッパでは、プレスター・ジョンの国を、モンゴルの支配下に入ったキリスト教徒の国とする、傾向が、主流になる。1248年12月、キプロス島で第7回十字軍の準備を進める。フランスを売るい旧姓の下に、モンゴルの西アジア方面の司令官イルジギデイから、派遣された使者を自称する。 ダビデとマルコと名乗る二人組が現れる。彼らはエルサレムの奪取を図るイルジギデーがフランスと同盟してイスラーム勢力を攻撃することを望んでいること、モンゴルの皇帝、グユクとイルジギデーがキリスト教に改修し、さらにグユクの母はプレスタージョンの娘であると述べ立てた。死者のことづてに強い興味を持った。 ルイ九世は、ロンジモーのアンドルーら三人のドミニコ会の修道士を、モンゴルの宮廷に派遣した。しかし、アンドルーがモンゴルに到着した時に、グユクは母子しており、グユクの皇后、オグルガイミシュが、摂政として、政務を取っていた。1251年に、オグルガイミシュからの返書が、ルイ九世のもとに届けられたが、返書は、 フランス国王自らのモンゴルの宮廷への効能を要求するもので、キリスト教への改修、同盟の締結について触れられていなかった。1245年から1247年にかけてモンゴル帝国の宮廷を訪れたプラノカルピンには、プレスター・ジョンと呼ばれる大インドの王がタルタル人の軍隊を破った報告を記したが、 プラノカルピニの記したプレスタージョンはモンゴルに抵抗したホラズム社長の君主ジャラール・ディーン・メングベルディーだと考えられている。1253年にモンゴル帝国の宮廷に派遣されたフランシスコ海修道士、ウィリアム・ルブルックはカラキタイの王位を散脱した内ン部族の指導者がジョン王と称せられていたことを報告した。ルブルックの友ンは 清涼の定位を散脱した内満の王子クチュルクがモデルになっていると考えられているが、クチュルクは清涼の定位についた当時はネストリウス派から仏教に改修していた。また、ルブルックはジョン王には、ウンクという名前のヒキリスト教徒の兄弟がいたことを記しているが、ウンクはケレートの指導者音感を混同したものだと考えられている。 シリア正教会の大主教バルヘブラエウスは、ルブルックの記録に現れるウンクをプレスタージョンと同一視し、敗下であるチンギスカンの殺害を企てたが逆襲を受けて戦死したとシリア年代記に記した。ヘブラエウスは、シリア年代記で、ウンクがキリスト教から異教に改修し、ユダヤ教国からクアラカタという日を迎えたことも伝えている。元を訪れたイタリアの旅行家、 マルコ・ポーロは、東方圏文読において、ユヌカンと呼ばれる、遊牧民の指導者が、プレスタージョンで、チンギスカンとの戦闘で落命したことを記した。マルコ・ポーロの伝えたプレスタージョン像は、過去に伝えられた大国の君主ではなく、チンギスカンとの戦闘で不名誉な戦死を遂げた一、指導者として書かれており、東方圏文読で述べられているプレスタージョンは、ケレートの恩慣に否定されている。 ケレート部は、チンギス一門の姻族とされ、モンゴル遊牧部族連合の有力部族の一つとして、存続した。チンギスの四男、トルイの夫人で、カーンの門家、クビライの母となったソルコクタニベキは、ジャカガンボウの娘で、恩艦の命に当たる。イルハン朝のカの海祖フレグハンの制裁も、ケレート出身のドクズハトゥンで、イルハン朝家の西アジアで時期によっては、 キリスト教徒が優遇されるなど、モンゴル王家のキリスト教徒に対する好意的な姿勢は、ケレートの王族、貴族を通じて、モンゴル帝国の王族、貴族に、数多くのキリスト教徒が含まれていたことと、無関係ではないと言われている。やがて、カトリックの宣教師たちは、プレスター・ジョン、彼の王国の実在性を疑問視するようになる。14世紀初頭に、 中国を訪れたポルデノーネの踊り子は機体から西に50日、進んだ場所にあるプレスター・ジョンの国の情報を書き残し、これがアジアにおけるプレスター・ジョンの国についての最後の報告となった。プレスター・ジョンの国についた踊り子は、住民からの情報を集め、ジョンにまつわる噂は、真実ではないと断定した。14世紀後半に、元が衰退し、ティムール朝という中央、 西アジアにまたがるイスラーム教国が現れると、アジアに存在すると言われるプレスター・ジョンの国を探す、試みはされなくなる。それでもなお、ジョン、ダビデなどの東方のキリスト教徒の王の伝説は、大航海時代の後までヨーロッパの人々に幻想的な憧れを抱かせた。1540年に出版された、フランシスコ・アルバレスの見聞録の扉絵に描かれた、 プレスタージョン1558年に作成されたディオゴオーメンのインド洋海図に描かれた北アフリカのプレスタージョン15世紀から16世紀にかけてはアフリカのキリスト教国であるエチオピア帝国がプレスタージョンの国とみなされるようになる13世紀にプレスタージョンの情報を伝えたプラノカルピニやマルコ・ポーロは旅行記の中で中央 インドに存在する黒人が住むキリスト教国、ハバシャに研究し、いずれの旅行記でもハバシャがプレスタージョンの国であることは否定されていたが、彼らの記録はヨーロッパ世界のエチオピアへの関心を引きつけたとも考えられる。13世紀末にジェノバのウゴリーノとバディーノはジブラルタル海峡を抜け、アフリカ大陸南端を経由して、インドに向かう航海に出たが行方不明になり、 彼らは予想外に敵対的なプレスタージョンに捕らえられたのだという噂が広まった。アクスム王国などのエチオピアの国家はイスラーム勢力との戦いでしばしば東、ローマ帝国やポルトガルと同盟を結んでおり、ソロモン朝のダビト一世が最も早くプレスタージョンとみなされたエチオピアの王だと考えられている。1321年に不況のために西インドを訪れた。 ドミニコ海士のヨルダヌスは報告書の中でプレスタージョンはエチオピアにいると述べており、ヨルダヌスのこの記述がエチオピアとプレスタージョンを結びつけた最古の記録だと考えられている。1400年までにエチオピアをプレスタージョンの国とする過程は多くの人々に受け入れられ、イギリスのヘンリー4世はエチオピアのプレスタージョンに宛てた手紙を送付した。 1411年から1415年にかけて、ベネツィアのアルベルティヌスで、ビルガによって作成された世界地図には、エチオピアがプレスタージョンの国として記されていた。大航海時代の15世紀後半から16世紀前半にかけての時期には、銀や香辛料などの獲得といった経済的目的のほか、プレスタージョンの探索も、 探検事業の推進力となっていたと考えられている。ポルトガル王国のエンリケ公会王子が西アフリカの探検事業を推進した理由は、金山の発見の他にプレスタージョンの国の創作が目的となっていたと言われている。エンリケ公会王子はプレスタージョンの国の入り口となるエチオピア湾とおぼしき大きな湾の入り口を発見した場合には、 付近の住民にインドとプレスタージョンの情報を聞き回るよう船舶の乗組員に言いつけていた。1486年にジョアがアホンソで安イ色に伴われてポルトガルの宮廷を訪れたベニン王国の使者はベニンから約1 4 0 0トル離れた場所のオガネーという王の存在をポルトガルに伝えた。ベニンの使者が述べたオガネーは ヨルバ人のおよ王国の王だと考えられているが、オガネエは近隣の主張に対して、鈴の十字架を授与するなど、教皇のように振る舞っていたと言われ、ポルトガル王女ン二世は、オガネエがプレスタージョンの正体だと考えた。また、オガネエの他に、は、ディオーゴ間によって発見された、コン王国の君主、莫大な富と強い権力を有するモノモタバ王国の王も、 一時期プレスタージョンとみなされていた。ベニンからの死者の報告を受け取った。ジョアン2世は地中海方面と西アフリカ方面にプレスタージョンの国とインドへの到達を目的とする探検隊を派遣した。トンブクトゥテクルルなど西アフリカ内陸部の都市に探索隊が派遣され、バルトルメウディアスには西アフリカ沿岸のさらなる南下が命じられた。地中海方面には ベルダ・コビリアンとアホンソデ・パイバが派遣され、二人はイスラム教国のマムルーク朝が支配するエジプトに向かった。地中海を渡った二人はエジプトを経て、イエメンのアデンに到達して別れ、パイバはエチオピアに、コビリアンはインドは大陸に向かう。パイバはエチオピアに到着した後に病死し、コビリアンは西インドを探索した後にカイロに戻った。カイロに戻ったコビリアンは、 ジョアン2世が派遣した死者に会い、インド探検の報告書を託して、プレスタージョン捜索のため、エチオピアに向かった。1493年に、コビリンはエチオピアに到着し、帝国から熱い待遇を受けるが、帰国は許されなかった。エチオピアに向かったコビリンと、ポルトガル本国との連絡は途絶えていたが、1520年に、 エチオピアからの要請を受けて派遣されたドン・ロドリゴを団長とする施設団はこの地でコビリャンを発見し、エチオピアをプレスタージョンの国、当時のエチオピア王ダビト2世をプレスタージョンとしてポルトガル本国に報告した。ドン・ロドリゴがコビリャンと再会した1520年以後、ポルトガルはエチオピアの王をプレスタージョンとして認定した。 施設団に随行した司祭フランシスコ・アルバレスは、エチオピアの見聞録を、プレステ・ジョアンの国の記録として記し、1540年に、リスボンでアルバレスの見聞録が刊行された。1572年に、アブラハム・オルテリウスによって作成された、アフリカ大陸の地図には、ガツの山などの架空の土地が多く描かれており、その中には、プレスター・ジョンの国も含まれていた。 17世紀に入ると、プレスター・ジョンの国は地図上から消滅するが、大航海時代の後も、プレスター・ジョンの国は、エチオピアの文学的な故障として使われ、続けられている。17世紀前半からチベットを訪れた、イエズス会の宣教師は、キリスト教とチベット仏教の間に、多くの共通点を見出し、1692年に、チベットを訪れた、イエズス会イアブリルは、 当時のダライラマをプレスタージョンに例えた。ありがとうございます。